いざギターマッチ。はい、どうも、秘密結社笛亀創生ハッチーでございます。今回は阪急杯ということで、まあ、上位勢ね、暮れの阪神カップ G2 とほぼ同じメンバーが揃っちゃいました。まあ、例年だったら暮れの馬場と今の馬場の馬場状態の違いによって阪神カップ上位勢がちょっとなっていう結果になって、展開でコロッと入れ替わるなんていうことで言われるレースなんですけども、今年はさすがに力の差がありそうでね、ということで予想がね、固くなっちゃいましたよ。面白くないけども行きましょう。フレガムズアイ予想のポイント、まあ年末の再戦っていうことで、まあそこの展開の変わり身っていうのもあるんですけども、何よりまあそういう G1 クラスの馬が揃っているわけです。 G1 馬3頭4頭いた気がするんだけど、あれ膠着になってんだよねみたいな感じで、想定人気順の上位4頭はまあ G1 を先頭で駆け抜けたことがある馬みたいな形になっちゃってます。まあだからこそ G1 を目標に置いてんのか、まあ、G3 でいいから前哨戦の方がまあ分がある馬なのかみたいなところが大事になってくると思います。まあ、なのでね、上位4頭ちょっとよう切らんかった、ある意味固い予想にいつも以上になってしまってるんですけども、まあ一応ねやってみたいと思います。まあ、一応軸1頭紐4点目までねここで紹介して、まあ大穴狙い1頭また別にといつも通りの形でやっていこうとは思うんですけれども、今回の軸馬ネット競馬想定現在3番人気になってたんでね、まあその中では比較的穴目からいきましょう。ダノンファンタジー、ここからいきたいと思います。まあ暮れの阪神カップでも勝った馬ですね。まあそういう意味は阪神の芝専用になって久々に強さを見せたなというところです。インディーチャンプ、一昨年の春秋マイル G1 制覇を果たした、まあ、マイル王ですよ、これを完封したっていうのは、まあ、強さの証拠だと思います。まあ、競馬スタイルの違いこそあれね、ダノンファンタジーの方が前めで競馬ができたとはいえ、上がり3波論で、まあ、0.1 秒しか違わなかったわけですからね、ダノンファンタジーのこの方の競馬ができれば、まあ、今年もバッチリ決めてくれるだろうと、今回も決めてくれるだろうっていうのが、まあ、まず一つ信頼が置けるポイントですよね。まあ、もちろんねそれだけじゃなくてね、前走例えば鞍上が代打騎乗で藤岡だったと、今回はまあいつも乗ってる川田に戻るっていうのも、まあ、馬を知ってるっていう意味ではプラス要素だと捉えられるはずです、はずです。まあ、そしてね、何より冠名にダノンって書いてあることで分かるように、本番の G1 より前哨戦の方が信頼ができるってことは、この馬はまあここが目標っていうとあれだけれども、ここで結構仕上がっちゃってるんじゃないかなっていう、他のね人気上位勢と比べたらここへのモチベーションが変に高い馬主じゃないかなみたいなところが当然あります。まあ、ですのでね、まあ、その上位人気勢切り切れない中でも前哨戦で一番信頼ができるのがねダノンって書いてあるんでね、この馬でいきたいと思います。そして人気上位から順番にね、もう切らないって言っちゃってるんで買いなんですけども、ネット競馬想定1番人気インディーチャンプ。まあ、ただねこの馬は一昨年春秋マイル G1 制覇を達成した後、去年ねグランアレグリアにやられてしまって、それでもそれ込みで上位の力は見せ続けたものの、やっぱねもう一回タイトルが欲しいわけですよ、現役を続けてしまってる以上。まあそうしないと牝馬に負けた馬、言うて金量差2キロ牝馬とはあるんで、本当は1キロ1馬身って考えた時に金量分本当はインディチャンプの方が強いぞって言い張ってあげたいところなんだけれども、まあ今回も2キロ差結局はありますしね、ダノンファンタジーと比べて。今年頑張ってね、ステイゴールドの最高の後継種牡馬としてねスタッドインしてほしいなっていう気持ちはあるんで、まあ、まずはここは紐には拾っておこうということでね買いでいきたいと思います。そして2番人気レシステンシア、まあ、北村雄一に騎手が戻ってね、まあ、そして対古馬もこれが2戦目になります。北村雄一が一時降ろされた理由ね、どっかでちらっと耳にしたのが、一回抑える競馬控える競馬を覚えさせようみたいなところがあったみたいでね、まあ、今回じゃあ北村に手が戻るってことはそういう競馬してくる可能性ってあるのかなと。まあ、もちろんレシステンシアもね、2歳児3歳児のポテンシャルからしてそれができるようになったとすればかなり強い馬となりそうなんですけども、初めてそういう競馬をあえて試みる時ってどうなんだろうって考えた時に、例を挙げれば
まあ去年のチューリップ賞の時のスマイルかな、これがね、それまで逃げて結果出してきてたのがレシステンシアがいることも含めてチューリップ賞で控える競馬をやってみたと。まあ、もちろんそこで暴走したことでね、惨敗したことで人気を落として、まあ、そのおかげで比較的桜花賞の3着といいね、その後の競馬でもちゃんと控える競馬ができたりして、しっかり対コバでも通用しているみたいなとこがスマイルカナにはあったんで、レシステンシアもそんな感じでモデルチェンジした方がコバには通用するんじゃないかなという期待はあります。期待はあるんですが、仮にその控える競馬本当に今回やった場合に、今回に限ってはその去年のチューリップ賞の時のスマイルカナみたいに少し伸びを欠いてしまうっていうことがあり得るんじゃないかなということでね、ここはまあ軸にはしない紐までという形でいきたいと思います。ちょっとだからそこはマイナスにも感じてるってことですね。まあ、そして4番人気クリノガウディ、史上最強の一勝馬といえば、まあ、クリノガウディなんですよ。他の馬の時にね、安易にこのフレーズ使う人がいますけれども、高松の宮記念膠着 G1 1位入選っていう金看板がある以上、他の馬が何を言ったとしても他の馬は G1 2着までしかないわけですからね。他の最強の一勝馬候補たちは、クリノガウディは1位入選がある。だからね、これが最強の一勝馬っていうところも言えると思います。の割には結構ムラがある馬で、成績表を見るとね、惨敗を前走もしてたりするんだけれども、じゃあ何が問題なのかなっていうとね、例えば金量カンカン泣きするタイプかなみたいな感じで、結構重い金量と切って負けてる感じがするんですよね。まあ、そして今回は前走の惨敗から金量が2キロ軽くなります。まあ、阪神カップでも5着このメンバーの中では3番手に来れてるってことを考えると、まあ、馬券圏内の可能性は十分にあるなと。まあ、ただね、仕上げ方がなかなか厩舎が上位厩舎じゃないことを考えると、そこにやっぱり重賞レベルの仕上げってことでは不安があるのかなと。まあ藤沢勝夫だったらいいんですけど、ノリオですからね。まあ、正直なところそこまで結果を出している厩舎じゃないって考えると、やっぱりそういう不安はあって信頼度が低いんだなっていう、まあ、そんな感じでね、紐までという評価にしておきたいと思います。そして5番人気が昨年の覇者ベストアクター、消さざるを得ないかなと。まあ乗り換わりでね、若手に乗り換わってんのも天乗りっていうと、まあまだまだ不安があります。まあ、そして何よりね、そんなことより大きい不安が去年の覇者なんですけど、それ以来のレースなんですよね。まあ、故障明けと、故障明けの7歳馬、まあ、ただ戦績馬柱だけ見るとポンポンポンと3連勝中とも言えてしまうだけに、結構そんな素質馬がなんで、じゃあ7歳で重賞、6歳でね去年重賞初制覇、また7歳でっていう考えてみた時に、よくね覗いてみたら、この馬結構故障がちで出てるレース数自体は少ないんですよ。7歳馬ながらこれが13戦目と。でそんだけ少ないっていうのは、今回の1年ぶりの前にも大きな故障をしてるんですね。2017年8月に2勝目を挙げた後の1000万条件のレースで負けた後ですね、ここで10ヶ月休養して、これはね勝ててないんですけども、そこからさらに1年休んでるんですね。順調に使えず、実質2年順調に使えてこなかった2019年5月の500万下条件のレースをポンと勝ってます。約1年ぶりのレースでしたね。これが1年ぶりの休養明け実績っていうのが実はあるんですよ。1年ぶりで勝ったことがある。まあ1年休んで復帰させてみたらまた壊れちゃって、もう1年休んでみたいなね、実質2年間ろくに走れてなかったところでポンと勝てた、まあ、500万条件ですけどね。まあ当時そこまではギリギリ高級制度があったところなんで、まあそんな素質馬ですから、一応1年明けっていう休養実績はあるとみなすことは不可能ではないんですけど、さすがに重症だとね厳しいと思うんで、まあ1年云々の話はね半分言い訳だから変えたじゃんって後で言えるようにね、一応ちらっとだけ触れておいて、でもまあ基本的には決していきたいと思います。そして6番人気勝地、去年の前哨戦の芝 1400m 戦 G2 スワンステークスを勝った馬です。
ていう意味ではね、実績馬、まあ、その前から活躍もしてた馬なんでっていう形でね、狙いたいとこなんですが、まあ、あくまでスワンステークスは逃げがハマったレース、単勝万馬券だったことをね、考えてみてもらっても、まあ、皆さん多分もう完全に忘れ去るぐらい、もうその時の段階で能力が落ちてた馬で、だからこそ逃げがノーマークだからハマっただけと。今回はね、さすがにまだ半年で経ってないですし、ノーマークの逃げハマるってことはさすがにないと思います。まあ、ましてやね、今年の阪神カップは京都開催の影響で、先月も阪神開催だったんで開幕中ではないんですよね。まあ、そういったあたりも踏まえてここは決していいと思います。まあ、そして7番人気ミッキーブリランテ、まあ、去年のね、中京記念で本命の印を打って、それ以来ちょいちょい追いかけてはいたんですけれども、前走ようやく勝ちました。まあ、オープン特別をね、まあ、ただ阪神カップでも通用してこなかった馬ですし、まあ、あとはね、芝1004っていうのもまあ実績がないじゃないんですね。まあ、ですのでね、矢作厩舎が和田龍二っていうとね、まあ、酒井隆成とか手配してこなかったあたりでちょっとなった、まあ隆成はあれか、ドバイ行ってたから自主隔離期間だったりするのかな、まあ、だから仕方がないっていうのはあるんですけども、逆に言えば6着に負けたドバイ、ジャスティン乗ってたはずですね、あたりからそっちを優先して、この程度はまあ他の人に任せてっていう程度しか勝負かかってないって考えると、まあやっぱり消しでいいと思います。まあ、そして8番人気トライ、まあ、これはね、最近散々攻防を狙っていこうぜって言ってる昇級3戦目のパターンですね。まあ、そしてね、この馬の場合距離短縮の、ここもね、前走乗った時にノリさんがね、進言して距離短縮した方が面白いんじゃないですかねみたいなことを言ったみたいですね。まあ重賞でこそっていう池添騎手ですしね、まあ池添もガッツポーズがキモいだけで悪いやつじゃないはずなんですけども、平場では恵まれない割に重賞はしっかり勝ってくれる騎手ですから、こういう時にね、気合い入れて追ってくれれば非常に面白いんじゃないかなというところでね、しっかり狙っていきたいなというふうに思います。まあ、ですので、ね、ここまでで軸1頭紐4点、まあ、いつも通りに狙ってみました。まあ、そして最後にね、まあ、ひらめき大穴ってことでキーワードの方の発表なんですけども、こっちは昇級4戦目、昇級4戦目得意の距離でということで、まあ、昇級3戦目4戦目あたりでようやくクラス慣れしてくるっていうパターンがあります。ちょっとね、一戦余計にかかってんのは得意の距離を使われてこなかったからみたいな、さらなるこう、ね、穴になってる要素があるんで、比較的楽しめるんじゃないかなと思っております。以上、ハッチーでした。